最終日ですが、なぜか2バンド目にして鳥何が起きているのでしょうかという感じですが、まあね、またちょっと代打で出させてもらってすいませんって感じなんですけど、本当にスタジオ練習がリハのみっていうバンドなので、本当にもう温かい目で見ていただければと思います。ということでね、3曲やるんですけれども我々ジャンルが全然バラバラっていうもう本当に前日とかに決めてるから曲を、今のはポップで次はロックで最後はシューゲー全くまとまりのない瀬戸りとなっておりますがあ、そうだ、1年生が4人いるから自己紹介しとく自己紹介しときましょうか、しよう、ドラム陽介、イエーイ、3年で副部長です。
一言。一言。いやでも振るよ。そうだね。昨日の島ちゃんいるから使い回せないで。うん。同じこと言っちゃダメだよ。1年生出てくれてありがとうございます。同じこと言ってんの。一人にしか分からない。はい。以上。はい。あ、ベース会。イエーイ。2年生でーす。一言どうぞ。なんだろう、なんかそれ超10ギガの T シャツみたいのが好きなので、そういうのがなんか路上で売ってたら教えてください。だいたい路上で見つけてるってこと？そういう T シャツは。なんか変なのあるわと思って。うん？ああ、路上で見つけて。はい、いいっすね。いや、長寿ギア可愛いなと思って見てました。うん、ね、可愛い、いい感じです。じゃあ T シャツおすすめある人は買いに言ってください。やだな、この。ということで、ギターケンジ、イエーイ、はい、お願いします。3年副部長です。はい、一言どうぞ。一言ね、一言、そうね、あ、そう、昨日ね、厚み高生に笑えてるけど昨日、夏合宿やりますって声高々に言ったわけですが、うん、あれは嘘です。嘘となってしまいました。残念。まあ、ライブはやるんで、ライブは行くよって人、あ、昨日、確かに、ね、じゃあその時またお願いします。お願いします。はい、今日もお願いします。私はボーカルの、ギターボーカルやしてもらってます、高岡舞と言います。よろしくお願いします。3年です。ウェブメっていう役職についてます。どうでもいい。うん、そうね。じゃあやりましょうか。2曲目は泣き言から1曲、はい、大丈夫ですか？チューニングできてる？頑張りましたってことだけ伝えときます。いいわ。そうだね。
どうですか皆さんまあまあまあなんとかなったかな。喋ることはもうない、もうないよ。あーそっか、サマコン救済ラストソング、無理やり拍手させてるよまあ昨日言ったけど代打だしさっさとやって終わろう代打だから、間違いない、代打だから、こんなエモい MC なんかできないんだから、代打だから、代打だからはい、やりましょう。じゃあレダーバンドありがとうございました。いいっすか、順番に愛して